相談というよりは、はい、もう数日前なんですけれども、はい、引退を決めたからっていうふうに報告を受けました。あ、いやもう相談というよりもこうしましたってことですよね。そうですね、もうもうすっきりとした感じで、もう引退しますっていうことを言ってます。そこはやっぱりもうね、そうですよね、なんか ご本人が決めたことですし。そうですね、だから私ももう、あ、そうなんだ、決めたんだねっていうふうにしか言ってなかったんですけど。それはちゃんと生声でっていうかメールとかじゃなくて。あ、そうです、そうです、はい。みんな同世代というか、まあ、多少の差はありますけど、ね、ちっちゃい時からずっと同じメンバーでこう上がってなんかみんな仲いいイメージありますね。仲いい、すごい、すごい仲いいですね。私ももう13歳から一緒に海外の試合に行ったりとかしていて、本当みんな男女問わずすごく仲が良くて、個人競技なのですごくこう不思議がられるんですけど、どちらかが例えば代表になれないかもしれないっていうこともあるんですけど、でもなんか採点競技なので自分がベストを尽くしても勝てない時もあるんですね、正直。だからこそなんかみんな自分の演技を求めてるので、なんか仲がいいなって、はあ、ギスギスしないんや。なるほど、しないですね。お互いで点数つけてるわけじゃないですもんね。そうです。あとなんかこっちを任せてやろうと思って倒すとかではないので、うん、ああ、そっか。でも採点には納得できないことも言えへんけどあるわけでしょ。でもなんかみんな受け入れてるなっていうのはありますね。そういう競技ですもんね。そうなんです、もうそこを受け入れないと何もこう練習で頑張れないというか。う、ね、いや特に高橋選手はもう女性人気がすごいんでしょ。そうですね、もうここまでこうなんかフィギュアの会場がこうなんかアイドルのコンサートのようになったのも、もう本当に彼がを作り上げてきて功績っていうのも、はい、うね、さっきのパレードみたいなやつも追いかけてたほとんど女の人ですよ、ね、女性でございます。です、ね、女性の皆さんは、もともとフィギュアスケートって女性のファンがほとんどなんですけれども、でも本当にこれだけファンが増えてきたのも彼の功績だと思います。そして